サンゼルスに着きました。今ロサンゼルスのダウンタウン、街中ですね。結構高層ビルとかが結構立ち並んでるところなんですけども、こんな感じで見えるで、まあ今回の旅の目的はジム巡りということで、アメリカ人が、まあ、ジムでどういったことやってるんだろうとか、まあロサンゼルスはやはりこうニューヨークの次に結構人口が多いところで大都市なので、まあ、そのジムの雰囲気とかも見てみたいですし、まあ、いわゆるフィットネス先進国という国のジムをちょっと見ていこうかなと思います。はい、お疲れ様です。ダウンタウンにあるゴールドジム、すごく雰囲気が良くてめちゃめちゃ楽しかったです。そして、ビジター料金40ドルを無料にしてくれたスタッフさん、ありがとうございました。まあね、せっかく日本から来てるっていうのをね、熱意を伝えたら無料でやらせてくれるので、皆さんもぜひロサンゼルスに来たらダウンタウンにあるゴールドジムに来てみてください。さあ、ということで今日はドジャース対パドレスを見に行きます。イエイ。しかもね、先発が山本なんですよ。これ運がいいですね、本当に。いやー、ちょっと本場のベースボールというのをね、肌で感じていきたいと思います。行ってきます。はい、ドジャースタジアムに着きました。すげえ。かっこいい。めっちゃ腹減る。
noticing simply by the box score.残念ながらドジャースは試合に負けましたが、大谷のホームランが見れて、松井投手もねパドレスで途中から出てきて、本当に日本人選手を多く、見れたのが良かったですね。はい、いや本当に盛り上がりましたね。初めてこのメジャーリーグを見たんですけど、なんかこうライブのようでしたね。本当に帰るぞ。いやー楽しかったなジム。いや楽しいなジム。